やっと食べようって気分になってきたよ。上等の舌を用意しました。いや私牛タンなんて食べるの何年ぶりだろう。今日でね14週なの。24ヶ月半ぐらい。あ、お菓子の味をお願いします。はい、よし、今日のメインディッシュだぜ。まあ、今日のメインディッシュも焼いちゃっていいかな。いいよ。はい、サラダできたよ。めっちゃ分厚いこれ。なになになにこれ、めっちゃ分厚い。なにこれ、でこ。これは今日のメインディッシュですよ。でこ分厚いこれ。ピカパパキャめっちゃいい匂いする、ね、これ。すげえ、なにこれ。これ牛タン。で、これは誰。え、てかさマルコの座る席、お母さんは今日お誕生日席なの、うん、すごっ。てかさ、二人とも多分牛タン初めてだと思う。初めて。まあ、マリコもね、の座りをついてきたから。すごっ。肉ね、やっと食べようって気分になってきたよね、ちょっとです。上等の舌を用意しました。いや、私牛タンなんて食べるの 何年ぶりだろう。初めて、初めて。初めてだよね。ね、タンってどこか知ってる？多分30年ぶりじゃない？え、ってか、ベロってこんなさ、うん、太いんかな。これはね、牛ちゃんの、牛ちゃんの。あれ、お菓子ってもうどっちにある？確かに。これさ、なんか味違うの？分かれて。これはね、醤油。うわぁ。見てこれ。ちょっとさ、なんか強い？強い。じゃあ弱いかな。まあ、これね、見て、ね、これ見て、切り込めて食べやすいの。っていうか、めっちゃ柔らかそうだね。なんかタンってさ、美味しいけど、コリコリしてるイメージ。でしょ？だから薄いのしかあんま食べないの。いや、私さ、焼肉で一番タン好きなんだよね。子供の頃、タンばっか食べてた。俺のタンも食べる。まあ、タン出てくる。タン食べに行った。え？タン食べに行った。食べに行った。でも、俺のタンも食べる。大丈夫。食べる。これはヒカに任せる。それさ、絶対ご飯に合うやつや。結構早いよ、焼けるの。うわ、美味しそう。ね、絶対ご飯に合うやつや。もうご飯よそっと。あ、じゃあご飯よろしくお願いします。今日ヒカのベロを食べようかな。え、本当にベロの味してる ね。これが醤油味、ね、これ醤油。で、こっちが味噌かな。ちょっと冷やしとこうかな。ね、すごいよ。あ、見てくれてありがとう。焼けた？うん、いいんでねすか。すごいね、ヒカちゃん。すごい栄養たっぷりだよ。今日ね、牛タン丼にする。牛タン丼、ね、牛すごいね。テクテク。うわ、何これ。うまそう。普通って食べにくいの。普通これ切り込み入ってない。だからさ、あの焼肉屋さんってむっちゃペラペラにしてある、1ミリ。味が染み込まない。でもいいんじゃない。結構焼いて、うん、いいね。え、おいしそう。超最高級品だから。じゃあ、ブーちゃん2個食べよう。ヒカ2個、1個でいって。マジで。あ、じゃあヒカ1個だから OK です。あ、まあ、また食べたくなったら。あ、もう1種類あるから。はい、マジで。うん、ありがとう。私の分もさ、構成のさ、入れといてね。はい。結構、どうするの？ここに、ここに置こう。あ、このちっちゃいお皿。はいよ。カレーが入る。カレーもかけたら？舐めていい？舐めるの熱いだろ。焼き忘れよ。こうやって入れてあげるわ。牛タン丼。今日さ、今日は。ご飯に入れたら美味しそう。マイコも入れてあげるね。あ、大丈夫、大丈夫。一丼にしない。オッケー。だから構成は。うん。これはどんどんやるよ。よし。じゃあ次のやつ、どうする？もう一個。あ、持ってくるわ。うん。美味しそう。初牛タン。てか食感がどんな感じなんだろう。いや、私さ、1ヶ月前だったら食べれんかったわ。ね、なんか缶の奥にさ、タンが絡むのか。そうだったんだね。うん。シーン。隣行ってた。そうだった。あ、そうだった。そうだった。はい、次、味噌味です。味噌味。焼いてこ、焼いてこ。冷める前に食べてこ。やばい。ポーランドさん。はい、食べて食べていいよ。はい。いただきます。これね、ポーランド産のお肉。それが何味？これね、味噌。おいしい。え、じゃあ今のが醤油？そうそうそう。いただきます。醤油ごと。あ、うーちゃん、牛タン食べるとこ。醤油ごと。おいしそう。醤油ごと。焼いていこう。あっち。え、なんか違う。あっち。形が？うん、ちょっと入り口に見せて。なんかでかくない？でかっ。え？え、ちょっと写真撮ってよ。うまっ。やばい。うまい？なかなかさ、家で牛タンって食べんからね。じゃあ、これでね、マリコの血肉となり、本域の舌を作るんだよ。なんかでかっ。すごい、ね、タンってさ、めっちゃ鉄分とかさ、タンパク質が多そう。赤ちゃんってさ、赤ちゃんが食べたいものがさ、お母さんが食べたくない感じなのかなって言うよね。めっちゃコリコリしてて美味しい。まあ、私は私の食べたいもの食べるけどね。うん。例えば米とか。ああ。米とか。米とか。うん、まあ、ポークスライスですからね。やっぱ私の体は米でできてますね。そうだね。うん。はい、寄せてくれた。まあ、いいよいいよ、やってやるよ。うまっ。今日でね、14週なの。24ヶ月半ぐらい。
まだ何ヶ月だからちょっと前にこの、いただきます。赤ちゃんがさ毎日なんかこう記録してるやつだと出産までの3分の1は終わったのって、え早くない？早いよね。10ヶ月だっけ。10ヶ月いかないんだ。だからさ、マリコはさ妊娠分かったと同時につわりだったからさ、なんかもうつわりがどこで行くまで。うまっ。高生で牛タン食べたことあるの？焼肉屋さんで食べたぐらい。家で食べるの初めて。あったわ。なんかもっと薄っぺらいやつ。あ、牛タン食べてない。てかもう温かいうちに食べや。食べた。食べて美味しかった？おいしい。汁が美味しい。ご飯と合う。ね。ご飯おかわりしい。ご飯おかわり確定です。うまっ。これひっくり返す？うん。熱。これ味噌？超美味しい。もうちょっと火通した方がいい。あ、ほんと？じゃあもうちょっとほんまり。いや、まだ食べてない。あ、失礼しました。焼き目がいい感じについて。じゃあもうちょっと放置するね。ちょっと火通すんだったみたい。うん、うん、あんま焼きすぎると硬くなるからさ。うん、そうだね。じゃあ前もよく火通すいた方がいいかもしれない、うん、肉だから一応。そうだね。肉が噛みきれんの。うん、かわいい。今が最近元気になってきたと思う。うん、最初に比べて全然寝てないね。仕事も行ってなかったしね。あれがちょうど夏休みだったもんね。そう。でもそのおかげでブーちゃんとヒカにさ、あれから1ヶ月か。動けなかった。仕事を休み始めてから1ヶ月。あーか。お盆もあったから3週間休んでて。うん。車のさ、運転がしんどくて。お疲れ様。うん。コウさんもさ、体調不良だったからちょうど大変だったよね。うん、そうだね。まあでも俺はマリコンを守るために死ぬまでやからけど。うん。頑張って。だって今世そう言いながら毎日倒れそうって言ってるもん。まあパスタには勝てないですからね、人類。いただきます、食べてみよう。やらかっ。え、やらかっ。さ、スープが美味しい、汁。うん、めっちゃ柔らかいね。うん、これご飯にめっちゃ合うんだけど。こんなさ、肉っぽい肉食べたのさ、妊娠して初めてかもしれない、うん、なんか、わけわかめスープって感じ。うん、うん、ちょっとお茶入れてくる。うん、確かに切り込み入って食べやすい、うん、でしょ。うちさ、寿司ばっかやってやん。ケンカ肉好きだもんね。うまっ。誰かお茶入りますか？はい。え、めっちゃ柔らかい。なにこれ、美味しいね、ケンカ。ケンカ、美味しい。美味しい。かぼちゃサラダ完食してくれたの？なんで？後世はさ、私がしんどいの見てて分かったかもしれないけどさ、やっぱ自分もしんどかったじゃん、あの時。熱中症と風邪みたいな。ずっと熱あったしね。うん。なんか割りみたいな。二人もしんどいけどさ、一番優先すべきはやっぱマリコだからさ、から頑張ってたけど、まあちょっと思うようにいかなかったとこあるよ。そもしくない？でもブーちゃんとヒカがさ、私横になってる横でさ、でもブーちゃんも弾いてくれた人がすごい助かったね。あ、ブーちゃんたち、うん、うん、あとさ、夏休みの宿題めっちゃ頑張ってるね。前半でほぼ終わらせたもんね、8割ぐらい、うん、これも多分いい感じ。何言う時とか、うん、次味噌食べたい方言ってね。あ、悪いかな。私またさ、1枚でいいけどさ、ちょっと大きめもらっていい？1、2、3、4。今も気持ちやるんだ。日によってはね、なんか軽くなってきたし、ちょっとずつさ、動けるようにはなってきたけど、はい、まあ言ってもさ、なんかちょっとやっぱり動けるからさ、動きすぎちゃうとさ、うん、こんな感じになったり、あと朝起きた時の感じがさ、全然好調な時とさ、頭重いとか、なんか体重いって時とさ、あるから、まあまだ様子見だなっていうか、今週も想定したもんね。そう、気抜いちゃいけないなって感じはしてる。うん、一応安定期に入った。いや、5ヶ月ぐらいかな。でもまあ今週か、うん、検診があって3週間ぐらい行ってないから、その間にマリコの体の状態とかが、赤ちゃんがどうなってるかまだ分かんないから、うん、安定期とは言えないかなって感じで。卵巣もね、まだ前回全然腫れが効いてないって言われたし、胎盤の位置も上行ったかな。いや、分かんない。それはもうエコーで見ないと分かんない。前だっけ？8月半ばぐらい、うん、8月16日が最後の検診だから。ご飯あるよ。うん、食べる。君を接待って嫌だね。無事に生まれるならもう選ばざるを得ないけど、できれば自然分娩がいいし、熱々からちょっと食べるとまた食感が変わって、これも美味しい。これ、めっちゃうまいんだけど。お腹の出具合がさ、座りが収まってきたと同時にさ、お腹が出てきたんだよね。うん。で、今、なんだろう。元気？結構さ、見た目でわかるねって言われるように、ここ最近なってきたね。なってきたんだけど、ちょっとずつなんか今まで履いてたズボンとかもちょっと苦しくなってきて、うん、ゆる服着ようかなって気になってきて。マタニティの服とかある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 。だからもう、あんま少ないでも。
まあ全然今の時代はあるよ。ブーちゃんの頃とかはさ、本当にそんなネットとかではあんま買えなかったから、うん、今はもういっぱいおしゃれなやつとかさ、海外ブランドとかもあるし。まあでも本当に牛タン美味しい。やっとなんか味覚っていうか、食いしん坊マリコがちょっとずつ戻ってる。お肉とかカルダしか食べない。生野菜があんま受け付けなくて。お肉だって食べてないよね。うん、そう、なんかタンパク質取った方がいいよって言われたけど。リカちゃん、ちょっとおいしいね。おかわりしてきた、ご飯。おかわり、お茶。あ、お茶ね。おかわりしようと。俺もおかわりしてさ、ふーちゃん、私もキャベツ欲しい。どのぐらい欲しいんだよ。牛タン、これさ、リカちゃん1個。もう1個。味噌味。牛タン丼にしよう。ちっちゃいの、入れ。うん。牛醤油で、こっちが味噌。そう。とりあえずこんぐらい入れてよ、もうちょっと。こんなもんいいや。あと1杯分ご飯あります。1杯分ご飯もらいます。取れないように自分持っとこ。ひかちゃん、いつもさ、お腹なでなでしてくれるもんね。え、だいぶわかるようになってきた、赤ちゃん。ぶーちゃん、男の子とも女の子と。わからんな、まだ。なんかね、お腹の出方から見ると女の子っぽいけど。え、じゃあ女の子にしようよ。リカはどっちがいい？リカは男がいい。男がいい？なんで？どういう系の子？どういう系？なんか女の子だとさ、あのリカが持ってるものさ、欲しがってさ、勝手に取ってくかもしれないじゃん。俺が取るよ。あ、ダメ。あ、じゃあ取るわ。ダメダメダメ。だって男の子だと取らなそうだから。いや、わからんよ。ちょっと自然じゃん。確かにお人形とかあんま持つの少ないもんね。うん、俺は持つよね。ブッタンも好きだけどね。うん、ぬいぐるみめっちゃ好きだよ。でもヒカはお姫さんはいいもんね。コウセは男の子と女の子どっちがいい？いや最初女の子よかったんだけど、今は男の子がいい。なんでやっぱさ、女の子可愛いけどさ、崖一緒に登ったりとかさ、ちょっとスリルのある男らしい遊び、そういうのを一緒にやりたいんだと思う。だからいつもみんなついてこないじゃん。うん、そうだね。ちょっと行くには危険すぎるとこだからね、いつも。普通の家庭とか。あいつはパースって言うときに、引き上げる相手が一人欲しい。なるほどね。バディみたいな。クソ力強い女の子生まれてる。まあそれはそれでいいけど、まあでもどっちでも美味しいから。また生意気め動画撮るね。うん、これも美味しいね。味噌美味しいね。味噌もまたご飯に合うね。うん、え、マリコどっちがいいの？どっちでもいいけど、もう後世の家系男の子多いやん。僕な、男の子。でも私も、つらつわりの具合とか、うん、女の出方が女の子かなと思うけど、え、顔つきは顔つき。変わった顔つき。え、あんま変わってない？マリコから、マリコ。え、違う、なんかちょっとさ、キリッとしたか、ほわっとしたかとか。なんか、バーってなった感じする。うん、でも可愛いね。ありがとう。え、なんかさ、目つきとか、ちょっと男感出てきた。マリキのあんま目つき見ないんだよね。え、でもちょっとなんか優しそうになったね。そう、私もさ、え、なんかちょっとなんかじゃあ、あんまりさ、まあ、もともとふわふわしてたけど、ゆるんってなんかこう、包む感じになってたんですよ。で、私もさ、今までさ、まあ今でもお腹すくとイライラするけどさ、前よりさ、なんか言葉とかさ、態度がさ、男っぽさ、別にゼロじゃないけど、いや、男っぽくなったってこと？違う、ちょっとそれがなくなったかなと思う。母性が増したってことかなと思う。なんか別に、あ、いいよいいよみたいなとかさ、今だったらさ、こうしたらとかさ、こうじゃないとかさ、うん、私のこの一歩で喧嘩になってたなっていうのをさ、あ、まあそれでいいと思うよとかさ、あ、喧嘩とかじゃないけど、なんかちょっとその辺が緩くなった感じがする。うんうんうん、確かにそれあるからね。うん、意外と3つがめっちゃね、仙台行って食べたい。行きたいね。仙台さ、海鮮も美味しいね。あー、いいねいいね。仙台七夕でいいよ。うん、七夕祭り、ね、牛タン夢だもんね。いやでもさ、本当にさ、座り中はさ、気持ち的にさ、どこどこ行きたいなとかさ、こういう遊びしたいなって気持ちも湧いてこなかったけどさ、うん、今やっとさ、お散歩も行きたいなとかさ、妊娠中にみんなでここ行きたいなとかさ、やっと出てきた、うん、飲食店のさ、インスタを見てたから、座り中は食べれないのにみんなを引っ張って、どこどこ行くぞっていう気持ちがやっと湧いてたかな、先週ぐらい。でも確かに1ヶ月前ずっと寝てたもんな。寝てた、本当に寝てた。どこも行ってないもんね。行ってない、行ってない。数日ずっとさ、逆から出てなかったんだよ。そう、本当だよ。で、ブーちゃんたちなんてさ、2人で初めてプール行ったしね、子供だけでね。そうじゃん。そうだよ。あ、本当初めてか。もう、会社行くなりみんなに顔色悪いってよく言われてたもんね。うん、ヒカちゃんどこ行きたい？赤ちゃんがあるんだけ。
赤ちゃん生まれたの？いや、生まれる前、これからさ、やっと涼しくなってさ、ちょっとお出かけしやすくなるやん。こういうとこ行きたい？うん、行ったことないってことでいいの？山に登りたい。お、いいね。うん、いつがあんま行きたいって言ったの？あんま聞いたことない、うん、でも好きだよね。なんか何々したいとかあんまり思うんだよ。でも結構好きだよね。こんな女感じさ、登山してイエーイって山頂でやりたい。ここも行きたい。京都。京都も行きたい。そうだ、京都行こう。妊婦がここ行くのみたいなとこ行きたい。1000メートル級ぐらいのさ、山頂でゆっくりしたい。うん、いいね。雪降ったらさ、なぎそ行ってさ、雪遊びしたいね。妊婦がそりとかしたい。ご飯うますぎ、ずっとする。美味しいね。妊婦が山登りしてみた。そう妊婦が雪遊びしてみたとかさ。え、だって私さ、ブーちゃんとさ、ヒカが生まれる前日サッカーしてたよ。ハート？ブーちゃんと。俺と？じゃあブーちゃんと。なんでヒカが生まれる時、後世がいるんだよ。そこできた。うん。え、なんで？牛乳派でしょ。今、当日よ。当日。なんかお腹痛いってなる前、痛くなかったの前日とは。あ、全然急に来るもんだってあるのってなんか。何してる時来たの？なんか道具をしてる時。あ、やばい、リガって？いや、なんか最初鈍痛みたいな感じで。みんなそうだと思うけど。え、じゃあ病院行ったの？で、それがさ、何分間隔かっていうのでさ、初め測っといて、何分間隔に痛みが来て、筋肉なんだ。怖っ！なんかお印とかあるんだけどね、破水とか。いやー、すごいな。いやー、だから何時にそういうのが来るかも、夜中とか言うと。いや、お腹痛くてトイレ行くのとはまた違うの。生理痛みたいな感じ。あー。あーってなんでわかんないよ。いや、もうなんかそういうイメージはつくじゃん、イメージ。キューってなんでしょ。なんか鈍痛、下半身なんでわかんないよ。うん、男のゴールデンボールを蹴られてるみたいな感じでしょ、うん、多分ね、分かんないけど生まれる直前まで美味しいもの食べたいな。え、あの痛さはやばい。やばい。いや、でもあの痛さを超える痛さだと思う。さあ、美味しかった、ごちそうさまでした。たまらんよく噛んで